わかったわかった。それでいい。いつからいた？来たのは今。ああ、こりゃむちゃくちゃだ。まずは痛み、それから恐怖だ。怖いって感じてもらうことが大事なんだよ。俺は人の嘘を見抜く。俺が昔親父に褒められた、ただ一つの特技なんだ。皆さん、こんにちは。ハングレグループのリーダー、相馬和樹役で出演させていただく玉木宏です。まあ、一つのドラマとか映画のように、すごくリアリティを持って作られているものなので、実際にそのアニメとかに当てる声とは違うし、なんかすごくやっぱリアリティを持って演じながら、だからまあ本当に壮大なスケールの、割と本当に長編映画のようなスケール感だなと思いながら読ませてもらってました。いや本当にそれはすごく不思議な感じはしますね。ちょっと幽体離脱してるような感覚なのかなとは想像してますね、はい。日本の俳優陣が集まって作ったこの作品は、よりその映画のようなリアルな世界観を出せるようにと思いながら声で演じたので、まあ、その世界を十分に楽しんでいただけたら幸いだなと思ってます。相馬は元極道組織の一組員でしたが、自分のいた組が解散となった後、いち早く神室町の地下でハングレグループを組織し、犯罪者予備軍の集まるネットワークを構築しています。あまり表舞台に出ることを好まないため、最初は謎の多い人物として描かれています。まあ、一見すると物分かりがよく、ひょうひょうとした物腰なので、当初は敵意をあまり感じさせない相馬なのですが、やがてその真意が明らかになるにつれて、はい、ここからはぜひプレイしていただいて、本編で、私の演じる相馬和樹というキャラクターをぜひご堪能ください。